は戸を押して中へ入りました。そこはすぐ廊下になっていました。そのガラス戸の裏側には金文字でこうなっていました。ことに太ったお方や若いお方は大歓迎いたします。二人は大歓迎というのでもう大喜びです。君、僕らは大歓迎に当たっているのだ。僕らは両方兼ねてるから。ずんずん廊下を進んでいきますと、今度は水色のペンキ塗りの戸がありました。どうも変な家だ。どうしてこんなにたくさん戸があるのだろう。これはロシア式だ。寒いとこや山の中はみんなこうさ。そして二人はその戸を開けようとしますと、